浦和チャンネルようこそ。どうもグーシーです。はい、ということで今日は WE リーグの方が開幕するということで、浦和レッズレディス対長野パルセイロレディスの方を観戦してきました。はい、ということでスタメンの方が発表されております。こちらです。ズドン、はい、強烈なメンバー揃えてきました。やってくれゆいか、やってくれ塩越ゆずほ、安藤姉さん、さあ行こう。まあ、開幕戦はまあ単なる一戦ではございません。この後にもね、大きな勢いをつけるために勝利は必須。なんせここはエスタディオン埼玉2002、勝ち点3取るぞレッズレディス。やったね浦和。ちょっとこうね、男子の試合と女子の試合またちょっとこう雰囲気違うと思うので、たくさん映していきたいと思います。それでは始め。今日は本当にレッツレディースサポーターの方々がたくさんいました。あ、なんかゲートのところにレッツレディースのなんか貼ってあるんだね。素敵。さあ、そしてゲートの中に入っていきます。アルバイトの方々お疲れ様です。あ、なんかボールペンいただけるんですね、これ。あ、レディースのボールペンだ、めっちゃ使う。またイベントではね、キックターゲットとかあるんですね。あ、少年蹴ってますね。よく見たらグーシーの息子です。素晴らしい景品ありがとうございます。はい、ということで買ってまいりました。今日の食グルの方は塩越しゆずほのゆずこしょうのお菓子ということでいただいていきたいと思います。毎回ね、今までここでやるその食レポ的なやつが、まあ、ちょっとあまりうまくいってないということで、いい加減グシガチでやれよということで、もう率直にもうどんな味かっていうのをシンプルに伝えていきたいと思います。それではいただきます。うん、おかき。はい、ということで試合の方は終了しました。レッツレディース対長野パルセイロの方は3対2でレッツレディースWE リーグ開幕戦勝利です。やりました、浦和女子。僕個人としてもスタジアムで声出し応援聞くのは久しぶりだったんで、まあ、正直ちょっと涙出ちゃいそうなぐらい、まあ、感動したことありました。まあ、試合の方に関しましては、まあ、一番気になったのは、まあ、そのレフリーの背中にヨギボーがあること。あ、それはいい、それはいい。はい、まあ、やっぱりすごいレベルが高かったのがまず一つと、まあ、レッツレディス基本的につなぐチームなのかな、つないでるんですけど、やはり相手のプレスと立ち位置によって、まあ、つなぐべきところをシンプルに前に出すこと、まあ、そこら辺の使い分けもしっかりできていましたし、まあ、何よりやっぱり個人個人のレベル高い。特にびっくりしたのは中盤の直本選手、まあ、本当に両足の技術高いですし、相手のプレスを受けた際での、 その体の向きの使い方、まあ、言ってしまうと本当に相手のプレスをまあ無力化させるような動きをするので、まるでアンドレイス・イニエスタ。あとは何より最前線にいる菅澤選手、もうまさに和製ベンゼマ、迫力すごい。やっぱね、ああいう選手が前線に1人いるだけでチームの選択肢は広がりますし、ゴールへの期待値は一気に高まりました。おそらく今シーズンゴールを量産するのではないかと期待しています。あと個人的に驚いたのは背番号5番左サイドバックの上野選手かな。まあ立ち位置位置取りうまいし、そんなに上手はないんですが、当たりが非常に強い、当たり負けしないですし、トランジションの1歩目が非常に速い。途中で変わってしまったんですけど、まあ、本当にフルで見たいと思えた選手の一人でした。まあ、今日 の、 レッツレディースの3ゴールとも本当にシュートの意識の高さから生まれたゴールだったので、本当にね、これを継続しつつ今季の WE リーグ浦和レッツレディースが頂点に立つことを期待しています。また機会があればぜひレッツレディースを見に、まあ、埼玉スタジアムや、まあ、小浜スタジアム行ってみたいと思いますし、また浦和チャンネルとしましては生配信の方を行っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは元気に締めたいと思います。今日声かけてくれたたくさんの方々ありがとうございました。わざわざ本当すいません。せーの、バイナラー。次生配信もやりたいです。けいちゃんもレッツレディース見に行けばよかったのに。え、
私もいましたけど。現地に？はい。サイスタにいたの？はい。言ってよ、なんで言ってくれないの？プーシーさんが見えるぐらいの位置にいました。よー、言ってくれればいいじゃん。一人で撮影して心細いんだからさ、なんで言わないのよ。陰ながら応援してました。そんなことあんの？